みなさん、こんばんは。今日は2024年6月2日日曜日です。今日のテーマは中国の年金積立金2035年に9月。なくなります。そして3億人の年金をどう確保するでしょうか。中国政府方法を考えています。そして 年金の問題もそうですが、人口の減少の問題もあります。これについて話をしたいと思います。中国の経済が悪化していますので、社会ではたくさんの問題が起きています。しかし、メディアでは報道しません。これで対応しています。つまり、問題の解決について、中国政府は何も考えていません。 そして最近、橋からまあ飛ぶ方ですね、多いですので、これも以前の動画で話をしましたが、こちらは天使の橋ですが、観光地です。政府がたくさんの人を配置しました。そして、この橋ですね、柵を作るんですよ。これで防止していますが。これはですね、見える機器であって、しかし見えない機器もあります。 つまり、それが少子化問題。また、中国の年金問題。あるいは、老後の問題です。5月28日、中国のメディアが報道しました。中国の年金改革を計画しています。一律、平等にすることは不可能です。30年間やってきた年金制度というのは、改革しなければいけません。また、 歴史の問題もあります。原因というのは公務員、国営企業に勤めているからですね、年金をそもそも納付していません。でも定年後、高額な年金を取っています。年金の金額というのは、引退前の給料の80%を保証してくれますので、なので民営企業との差が激しいんです。2014年、 中国の公務員、国営企業に勤めてるからですね、平均の年金は次2741元です。約5万円です。民営企業の方は年金の金額は2 0 63元です。日本円で換算すれば6万円ほどと5万円ほど。そんなに差はありませんでした。 しかし、習近平が登場して、ことのために2回目の任期から改革しました。主に人民解放軍、公務員、国営企業に勤める方ですね、の方の福利厚生を上げたんですよ。なので、現在ですね、公務員、国営企業に勤める方ですね、年金の金額は6 0と九十99元です。約12万円です。 民営企業の方は定年して年金取って次は3100円です。約6万円ですが、つまりですね、約倍ほど違います。まだ年金という制度を作って今まで納付したことない幹部、国営企業の労働者たちは受け取ることが可能となったんですよ。政府の機構にしても国営企業にしても年金を 納付したことがないんです。それでも取っていました。また、地方政府は勝手に年金を使っています。上海の元市長、陳さん、上海市の年金を勝手に使っていました。136.2億円約3000億円以上消えてしまいました。これで、年金の問題はとても多いとわかるでしょうか。つまり、見た目ですね。お金はあるはずです。 みんな納付しました。多くの労働者は納付しました。でも実際的には銀行の口座にはそのお金がないんです。今後のものですが、2022年、人口が下落しました。65歳以上の方ですね、人口の14.9%、約15%となりました。中国社会研究所という真空タンクの予測ですが、これは当時、 2019年のレポートでした。政府の補助金があります。年金制度は2027年から赤字となります。補助金があっての赤字です。それから急速に減少していくんですが、2035年となったら、年金の積み立て口座にはお金がないんですよ。空っぽです。しかし、当時、このレポートを取った時は、コーラの前でした。 また、当時というのは2017年のデータを使っていました。2019年から現在、社会保険を納付する人口、金額もすごい減少しました。つまり、2030までは持たないんです。2019年、2.65人の労働者が年金を納付しました。年金を受け取る人はですね、一人だったんですよ。といった計算でした。 しかし、2050年となったら、1.03人労働者が年金を納付します。でも、年金を受け取る人は、ひどいなんですよ。実はですね、納付して、すぐに切ってしまうんです。これについて説明しますが、中国の年金制度ですね。例えば、A さんが支払います。年金を受け取る人は、B さんです。それを取ります。 つまり、A さんが支払って、年金基金には、A さんの口座にはですね、この、このお金はもうないんですよ。A さんが今後受け取る年金ですね、他の労働者が納付した年金を受け取るよっていう意味です。2019年、2.65人、労働者が納付しました。当時、一人だけ受け取っていました。しかし、2050年になったら、一人が納付して、 すぐに取られます。といった計算です。香港の経済学者、2019年分析しました。これは中国だけではないんです。2050年となって、世界の各国年金が不足となります。約15.6兆ドルです。世界の GDP の23%を占めています。しかし中国は特にひどいです。GDP の 28%を占めています。世界の GDP の23%というのは平均値です。まだ中国では都市部と農村部の差があります。2022年を例にすれば農民ですね、年金取ります。取れたらですね、僕が取る場合は204円です。約4000円です。しかし都市部の方は定年しました。 年金、輸血管の年金は3100元です。約6万円です。また、公民の場合は6100元取ります。約12万円です。全然違います。農村部のお年寄りさんですね、子供を依存するし、あるいは孫を依存します。これで中国では出稼ぎ労働者出てきました。体がですね、動くことができる限り、 都市部にいて働きます。現在、中国の財政長官が説明しました。改革するには実に難しいんです。もし、年金の納付額を上げる、あるいは納付率を上げるとですね、企業の負担が重くなってしまって、労働者の収入もその分減ってしまいます。もし、納付率を上げなければ、年金の主給額を調整して減らします。 これからどっちにしてもですね、難しいんです。現在改革する目標というのは、年期の加入を推進します。つまり、多くの人、皆に納付してもらいます。まだ、年期の支給する年齢を上げます。60歳ではなくて、65歳にしましょう。そして次はですね、少子化について。少子化より人口がものすごい減っています。 3月1日、中国の教育局が発表しました。2023年、幼稚園の数は27.44万社でした。2022年より14,800社減少しました。約5%減少です。2020年、幼稚園の数は初めて減少となったんですよ。2021年より5,600社減少しました。 約2%減少しました。つまり人口の数が減少するより赤ちゃんの数が減ってしまいました。2021年幼稚園にいる子供の数は13万人でした。2020年より減少して2022年は2021年より178万人減少しました。2023年は2022年より 万人減少しましまたこれで去年から幼稚園の倒産のブームがありました中国では幼稚園に入る子供さんの年齢は3歳です満3歳です2023年入院の子供さんは2020年に生まれた子ですね2022年の新生児出産の数は1200万人でした 2023年新生児は900と2万人でした。2022年より約300万人減少しました。つまりこれから数年間かけて幼稚園の倒産がですね、どんどん多くなってくると思われます。新生児の数が減って、幼稚園の数も減って、次は小学校、中学校、高校と大学です。2020年から韓国では 大学倒産と地域の空洞化という問題ですね。社会問題となっていますが。しかし現在中国政府は何も考えていません。幼稚園が倒産です。今です。でも大学を増やしています。また過去しています。2023年大学の数は3074校でした。2022年より61校増加です。 新入生は、大学生さんの新入生は1042万人でした。これは2022年より2.7%増加です。大学院の新入生は130万人でした。2022年より7.6%の増加です。教育業界の流れを考えると、幼稚園がスタート時点です。終点は大学です。幼稚園が倒産。 ブームがあって、でも大学はおかしいんですよ。拡張しています。つまり、中国政府というのは何も考えていません。これが証拠です。今のうちに調整しなければダメなんですよ。子供の数が減っていくわけですから、大学ですね、その時となって学生不足で倒産してしまいます。2020年から中国の人口の数は急速に減っていきました。2023年、 国家統計国ですね、発表しました。中国の修正率1.09です。国際社会では2.1であれば人口の数は維持できます。つまり人口の数は増えませんし減りませんし。つまり中国ですね、この2.1の約半分です。ちなみに日本の場合は1.29から1.33の間で変動しています。 これで分かるのはですね、地国の人口はこれからも減っていくんですよ。でも、アメリカにいる地区の産婦人会説明しました。中国の出生率0.8です。韓国よりも下です。赤ちゃんの数が急に減少して、赤ちゃんブームですね、もう二度とないんですよ。例えば、赤ちゃんといえば、ミルク、哺乳瓶、ベビーカーですね。 中国にはベビーカー製造する会社、上場企業2社もあるんです。まだ一番影響されるのは不動産市場です。人口が増えるか減少するか、不動産の周期がこれで変わります。ただし人口が急に減少すると、需要が一気になくなってしまいます。日本の不動産バブルですね、はじけました。人口の減少も原因の一つだったと。 言われていますが、1989年、日本の経済がピークを迎えました。株式市場もそうですが、不動産市場もとても繁栄でした。1989年、日本の出生率1.57となったんですよ。これは史上初の減少でした。これはですね、日本語で言えば1.57食だと言います。 1990年から経済が落ち着いてきました。他に原因たくさんあるんですが、不動産価格ですね。この20年間ほど下落してきました。これは日本の場合ですね。中国となるとですね、中国の不動産市場は2021年がピークでした。不動産市場も株式市場も同じですが、2022年人口が減少したよねと認めて、不動産市場も 下落方向に向かいました。2013年、不動産価格はさらに下落して、今年はですね、2021年より約30%ほど暴落です。中国政府は対策方法としては、金融緩和と住宅ローンの頭金を減らしました。また、投資を自由にしました。一つの世界ですね、地域にもよりますが、二軒目とか、 三件目買っていいんですよ。ローンも組んでいいんです。同時に人民銀行は低金利のお金を貸します。地方政府の会社は市場に売れない物件を買い取ります。それを買い取って市営、住宅にします。これからどうなるでしょうか実に予測できます。不動産市場を良くするには条件があります。まずは国民の収入が大事です。 つまり、未来も明るいよね、という考えが大事です。また、人口ボーナス。これも一つの条件です。人口ボーナスがあって、中国の住宅の需要が高騰しました。この現在ですね、この条件二つですが、全部崩れました。人口の数もこれから減少していきます。政府が市場から売れない物件を買い取るし、目的というのは、 不動産価格を維持したいです。しかしこれはありえません。維持したくてもできません。政府は不動産を買い取ったんです。賃貸市場に出します。つまり同じなんですよ。不動産市場になれますので。賃貸市場には急にたくさんの賃貸物件が溢れてきます。同じく家賃が下落するし、家をですね、購入しようかというけどですね、 入ってしまうんですよ。そうするとですね、実はますます不動産売れなくなります。中国の不動産市場について、これから長年不況が続きます。どこまででしょうか今はですね、まだ見えません。ただし、理論上ですね、みんな買える値段なるまで、あるいは今の値段であれば買っていいよという人がですね、出てくるまで不動産市場の改善はできません。 この状態で日本も韓国も特に先進国ですね。みんな外国人の留学生を受け入れて大学ですね、位置するんですよ。これはイギリスも同じですし、アメリカも同じです。オーストラリアも同じです。カナダも同じですが。ただしですね、現在は中国ではですね、留学しても無駄な留学はしてはいけません。これで留学していい国。 あるいは留学してはいけない国、あるいは警戒しなければいけない国を公開しました。自分の人生を終わりにするはですね、これは言い過ぎかもしれませんが、1位ですね、実は韓国です。韓国ですね、競争がものすごい激しいんですよ。人材が多すぎるのです。みんなですね、すごい教育に力を入れますので、レベルはみんな高くて、でも競争はすごい激しいんです。 そして就職ですね。基本ですが、韓国の大きい大手企業ですね。財団のところに行くんですよ。それでなければ、もう難しいんですよ。そして現地ですね。勉強するには、競争が激しくて、ものすごい難しいんです。そしてですね、ただし、留学費用は安いんです。あんまりですね、中国の有名な大学でなければ、行く価値はあります。次はですね、北朝鮮です。 これは言ってはいけませんね。言ったらですね、懐かしいと思うだけです。何もないんです。そして次ですね、自分の人生を応援する国ですね。一つは韓国、二位は北朝鮮、次はドイツですね。原因はですね、ドイツですね、行くのは簡単です。大学に入ってもいいんですよ。ただしですね、卒業できますかこれは難しいんですよ。留年に留年に留年。永遠に 創業できない。これが普通です。なので、今後ですね、ものすごい難しいんです。次はですね、4。これはですね、ちょっとびっくりしました。シンガポールです。実はですね、とてもいいんですよ。勉強していいんです。環境も素晴らしいです。ただし、費用はとても高いんですよ。もしですね、シンガポールに行くならですね、アメリカとかイギリスの方がいいんです。というふうに言っています。そしてですね、次は、 安心して留学しようという国ですね。4つあります。一つはアメリカです。スーパー発展大国ですね。教育レベルも高いし、もしですね、芸術系を勉強するのであれば、もう世界の芸術系ですね、そこで勉強できていいんですよ。とてもいいんです。表現も自由ですし、芸術品も多いし、博物館、そういうイベントですね、多いですし、ものすごい楽しいんです。 次は2、イギリスですね。教育レベルはものすごい高いんです。ものすごい上ですね。トップレベル,レベルです。それよイギリスの学、まあ、大学ですね、勝負できないんです。ものすごい高いんです、レベルが。次はですね、日本です。日本の場合はですね、コストファーがいいすごいいいんですよ。費用は安くて、そして中国に帰ることは便利です。距離も近いんですが、 そしてですね、特徴というのは、芸術系の学校は、あの、入りやすいんです。そして GPA ですね。GPA というのは、まあ、一つの指数ですが、GPA ポイントですね。3.0であれば結構上です。これは非常に優秀なんですよ、実は。なので、日本の方が安心できます。そしてですね、私から言えばですね、食べ物も美味しいし、茶もいいですし、安心できます。 何が不便とかですね、便利ですしあの、危険なものもないんですよ。ものすごい何もかもいいと思います。そして次はですね、カナダです。カナダの場合は、あの、留学ですね、日本より費用はやや高めです。ただし、費用ですね、アメリカとイースよりは安いんですよ。教育資金ですね、アメリカとほぼ同じです。芸術系ですね、いいでしょうというのがありますが。 これがですね、今の中国の留学機構ですね、そういうふうにアドバイスを出していますので、つまりですね、これから中国から出ていく留学生がですね、ものすごい増えるというふうに思います。やはりですね、もう見え未来はですね、来ないんですよ。これが今の状況です。そしてですね、また次の動画で中国の社会の事情についても話をしたいと思います。この動画はここまでにしたと思います。 最後、犬ボタンをお願いいたします。ありがとうございました。